アルキメデ・モルレオは、イタリア・プッテア・州メザーニエ出身のサッカー選手。現在は、無所属。ポジションは DF。出身地、プッテア・州のクラブ、US レッチェのユース出身であるが、トップチームでプレーすることなく、セリエ C1 や、セリエ C2 のクラブで経験を積む。2008から09シーズン、FC クロトーネの昇格に貢献し、翌年セリエ B デビュー。2010年夏。 セリエ A のボローニャ FC へ共同保有で移籍。2011年6月にはボローニャが残りの保有権も買い取り完全移籍となった。2014年にはキャプテンを務め6年間の代籍でリーグ戦130試合以上に出場した。2017年1月3日、セリエ B の FC バーリ1908と1年半の契約を締結した。 2017から18シーズン終了後のクラブ破産に伴いフリーとなった。フィチャーレイ、ボローニャ、モーレオエトットロスブルー TUTTOMERCATOWEB.com2011 年6月24日、ボローニャ、モーレオバールバリエ、ティトロデフィーニティボ。タタスポート、2018年12月20日閲覧。フォーカス TMW、 チェファインヘクタールフォトイルバリ、トッテルデステンシニーデイカルシートリ。tutomercatoweb.com2018 年12月20日閲覧。ありがとうございます。